はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。2月12日日曜日 NHK スクランブルでも開催いたします。集合は1時半にですね、春の小川コミュニティパーク渋谷区代々木 5-68-1 とで、NHK ホールかすめるようなデモのコースになるのかな。最寄り駅は小田急線代々木八幡駅、千代田線代々木公園駅となっております。原宿からもまあ近いのかな、ちょっとあるな。皆様よろしくご参集ください。名高いですね、透明トイレをご利用ください。春の小川コミュニティパークって春小川公園でいいじゃんね。なんで横文字使いたがんのかな。あとひらがなとさ、これパヨの特徴ですよね。横文字とひらがなばかりに従う。これね、漢字廃止したから、とある国で、近くにあるとある国で漢字廃止したから読めねえんですよ。であいつらね、漢字を憎んでる節があって、自分らの言語がひらがなばっかだから、まあいわゆるひらがなですね、音しか表せないひらがなばっかなんで漢字を憎んでる節がありまして、パヨもですね、勢いひらがなばっかに従う、横文字ばっかりに従うという特徴があります。コースですね、そのまままっすぐ渋谷駅に向かってってですね、スクランブル交差点左折して線路の下くぐって左に曲がったところで流れ解散ということになります。初の流れ解散、これなんちゅう挨拶もなくダラダラと解散するという仕組みでして、最後のご挨拶できないんですけれども、まあまあ皆様ご協力よろしくお願いいたします。維新参院幹事長代表質問でコラボ問題が国会に登場しました。昨日、共産党品がないよ、痛いやめて、私を訴えたい足立康氏代表質問で取り上げちゃったのか残念、イビデンスもないのに陰謀論で動くべきでないなど党を批判、俺に任せろっつって沈静化図ったが大失敗したっていう経歴がありますね。兄貴の足立隆だか剣士だかっちゅう、兄貴がですね、やっぱり怪しい NPO 団体やってまして、それに飛び火しねえように、火消し図ったんですけど、社団法人とか NPO はどこも会計ずさんだよなんつってね、だから言ってもんじゃねえだろ、いう話なんですけども、ネットの話、足立さん、みっともないよ。ガチで足立パージかな。まあ、党が足立を追い出すということですかね。足立が足を引っ張るのず、足立の総括かな。エビデンス言いたいだけちゃうか。蚊帳の外ってやつ、割とマジで党から追い出されそうやん。バカで無能で傲慢で、あと議員適正皆無、by橋本徹の足立議員がですね、はぶられてるだけじゃないのかな。知らされてない、こういう代表質問するよ、知らされていない、党の一員であるのに党の代表質問に公に文句垂れるとは、じゃあ出てけばってならないこれね、代表質問はですね、幹部が膝つき合わせて練り込んで作成するもんなんで、それには足立は口出せなかったってことみたいですね。窓際っつうかハブっていうか、維新を追い出されたら次当選は難しいでしょうね。なんせバカで無能で傲慢で、あと議員適正皆無 by 橋本徹の評価なんだからさ、敵も多そう。つうか自業自得で敵増やしてますよね。余計な一言で、訴えたいので弁護士に相談しますとか、余計な一言で靴沢もすっかり敵に回ってるしね。さすがはバカで傲慢だなぁ。コラボ問題国会登場にブータれたのは足立だけじゃありませんでした。新聞赤旗、維新女性支援を攻撃、コラボへのデマや誹謗中傷が激化している中、それを助長するような浅田氏の質問、困難を抱える女性支援事業を無駄と切り捨てる維新の人権意識が厳しく問われる。誰が問うんだって話なんですけど、
問われてほしいなっていうことなのかな。ネットの話です、散々盛りかけやってきたお前らが言うな。お前らが盛りかけやってたのも攻撃なんだわ。攻撃言いたいだけちゃうか。あいつら攻撃って言葉好きだよね。税金の流れを完全に解明するべき。疑惑は深まったって言えばいいのかな。週刊誌ネタで攻撃し続けた党の発言とは思えんと、何もかもですね、共産党や赤旗が何か言ったら表明したらお前が言うなっていうのがここでも有効である。万能だな。女性支援を攻撃って相変わらず主語がでけえな。女性支援全部を攻撃してるわけじゃないですよね。会計が不明瞭なコラボっていうとこがダメだっちってるだけでね。そのうちですね、もっと主語でかくして女性の敵とか女性を攻撃とか、論点ずらし始まるんじゃなかろうか。コラボに対するデマ拡散や誹謗中傷が激化とか書いてありますけど、まあパヨ語をですね日本語に翻訳しますと、デマっていうのはまあ火のないところに煙は立たないと。誹謗中傷はこれは正当な批判、こんなのダメなんじゃないのっていう。ここで早速嘘で問題点のすり替えと、まあ赤旗読むようなパヨにとってはこれで十分、騙せるんでしょうけどね。頑張れコラボ、真実に負けるなという感じでしょうか。産経、コラボで発覚、都のずさんな制度運用。2022年度分のコラボ帳簿やコラボの帳簿や事業記録を、4月開始で、8ヶ月経った12月になってからやっと取り掛かってやんの。記録の監査調査、若草ボンドパップスの3団体についてはまだ手もつけてないって都の監査という記事ですね。ネットの話、むちゃくちゃやな、ふざけんな文字。都民ワースト、公金徴収し放題、ノーチェックで税金もらえるってこと、そういうことになりますね。つまりなくても良い事業だということ。担当は普段どんな仕事してんのよ。もうこれ国が介入するしかないだろう。あ、介入するみたいですよ。半分国税でやってっから。会計検査院が動いている、という話であります。太陽光発電の件といい、小池やばすぎ。こんなことしてっから税金がいくらっても足りねえんだろうが。NPO とかマジで全部いらんと思う。監査がざるどころか、それすらなかった。ざるすらなかった。ノーチェック、未だに。都民 Y、都税がこんなゴミに流れていると知り、激怒。おほほほ、たまったもんじゃないな。議員の政務活動費は、提出前に、いろいろチェック受けるんですよ。事務局、議会事務局に見してですね、あ、ここは、ちょっと直してもらえますか。あ、はい、わかりました。で、指導を受けて、いろいろ修正するんですけど、若草ボンドパップスコラボについては提出前のチェックもなかったってことですよね。手つけてねっちゅうんだから、8ヶ月分どん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 提出されて、はいはいはいって受け取って置いてあるだけ。委託事業なのに、委託事業なのに補助金事業とか助成とかと分け違うからね。例えば助成金っていうのは、女性社員3割達成しましたなんて言うと、まあもらえるお金です。あと環境に優しいような社屋に建て替えましたなんて言うと、まあもらえるお金で、中身の金の使い方はとやかく言われない。まあ補助金事業もそうですね。委託事業なんだから、民間にコラボに下請けに出してるってだけで、行政の事業ですよ。党の事業なんですよ。それの帳簿のチェックもないって、完全に官民グルでは、都庁職員もグルなんでは、どこまでグルなんだかわかんないですけど、都知事までグルなのかな。もしくは行政が乗っ取られているか。こんなんでですね、防衛増税させてくださいなんて言われても反対しかないっすわね。全国で行われてるこういう事業、委託、下請けに出してる事業
調べたらどんだけ金浮くんだろうか、それとですね、女性しか支援しねえ事業は男性差別だからなくした方がいいと思います私。防衛予算増加分なんか余裕で捻出できるんじゃないだろうか。こういうのを見直していけば、埋蔵金密計ですよね。これぞ埋蔵金ですよね。若草ボンドパップスコラボの所管は都福祉保健局というとこなんですけれども、1月27日小池都知事記者会見、7月で福祉保健局を廃止すると。記事読みますと、福祉保健局を福祉局と保健局に分けて、それらをさらに7部ずつに分けるみたいであります。福祉局に7部、7人の部長が誕生するわな。保健局に7部、7人の部長が誕生するわな。ネットの話、ゆり子やばすぎ、よほどコラボ案件が都合悪かったんだな。ゆり子怖え。7月までに暴けるだろうか。このずさんなコラボのインチキを、管理職また増やすん。権力があれば剛腕でもみ消せる。組織ごと爆破して逃亡ですか。うまくできてんな。爆破して隠蔽とは大胆な。とっとと逃げたろう。組織がなくなるんでメール消しちゃった。言いそう。今頃証拠を消しまくってんだろうな。暇な人が正しいことが証明されていく。これ暇空さんのことでしょうね。局ごと爆破して証拠隠滅とは大胆な。都知事の権力ってすげえんだなって思っちゃいますね。役所人法奥義、改編前の前任者の判断なんで分かりません。改編で書類は内規に従って廃棄されました。こんだけ大掛かりな事案に発展しましたね。都のシステムを変えるぐらい大掛かりな事案に発展したな。もうこれね、コラボゲート事件って呼んだ方がええんでは。そのぐらい、いろんな人が関わってる大掛かり。東京都、7月の福祉保健局がなくなるけど、7月に、福祉保健局なくなるけど、そのための職員を募集します。最終合否発表は8月です。8月上旬です。で、募集してました。職員補充間に合ってねえじゃんか。人もいねえうちから急いで爆破、これ慌てて急いでなんでかんで爆破したかったようにしか見えないですよね。と、メール移転に伴ってコラボ関係のメール消しちゃいましたって言ってたから、局ごとなくなっちゃったんでメールもないっすって当然言いそう。やらかしてくれるだろうという謎の信頼感ありますね。まあ不信感っていうかさ。ゴールデンウィーク明けの5月8日からコロナが5類降格なんですけれども、賢者がですね、ゴールデンウィークの人手で拡大したらテレビが騒ぐから、なるほど、そうだ、そうかもしんないな。東京新聞、無料でなくなったら治療を控える人が出かねない。結局損をするのは国民だ。コロナにかかる税金を防衛費に回すつもりなんだろう、そうなんだろう、として5類降格を批判しておりました。ネットの話、5類にしろって散々煽ってたじゃないか。いつも海外を見習って発狂してるくせに何でもかんでもネガティブ報道。とりあえず批判しとけっていつものスタイル。観光地やグルメフェスを取材しまくってるくせに今更何言ってんの。5類にしないイコール岸田は判断が遅い、世界はとっくに対策を緩和している、5類にする感染者や死者はどんどん増えているのにふざけるな。まあどっちにしても批判するっていうことですね。まあ東京新聞が反対するなら正解と、大正解と、弱者の味方で出して政権批判とですね、浮いた金で防衛強化するつもりだろ、これが一番言いたかったのかな。若者のテレビ離れについて、経済評論家の渡辺哲也さん、ネットコンテンツがいくらでも選べる中で
タイアップだらけの地上波番組に若い視聴者は嫌気がさしている。まあその通りなんですけど、そればかりではないですね。ネットの話おもんないからつまらんからとしか、中高年もテレビ離れしてっけど、高齢者もテレビがつまらん言い出してるぞ。 NHK がしつこいからテレビ捨てた、 NHK がうざいからテレビ持たなくなった、ニュースとかひどいようなコラボとか三浦瑠麗は流さないし、バラエティは警告入れてくるし、テレビの価値観が昭和で止まっているから、報道しない自由を使いすぎて信頼を失った自業自得。ジャニーズとお笑い芸人出しとけばいいっていう風潮がダメ。選択肢の多様化で凋落は当然。試験ですけど、まあ、この他の意見としてですね、決まった時間に見るのが苦痛。忙しいのに。同じような映像を見て、同じような芸能人がガヤガヤするだけ。ひな壇芸人ですか。そしてその映像もですね、ネットで、拾ってきたやつばっかだもんね。旅行かクイズか、ネットで拾ってきた映像ネタばっか。受信料払うよりアマプラネットフリの方が断然いい。私もアマプラには入っております。いちいちだなって思える意見がありました。20代30代の若いご夫婦が見ないもんね。もう、テレビ見ない環境で育った子供も当然見なくなりますよね。企業の広告はそうするとネットに流れますよね。だってさ、高齢者って購買意欲が低いから、もうだいたい必要なもの揃っちゃってて、洗濯機壊れたなんていう時ぐらいしか買わないと。勢いですね。品物買ってもらいたい企業は若い人向けに宣伝してえのにって不満も出るわけだ。でネットに流れちゃうからテレビ局の広告費減ってって NHK 以外は金欠になると。そんでろくな番組も作れなくなると。今後ますますテレビは衰退し、上向くことはないでしょうね。今のようなスタイルを取っている限り。CM 全部なくしてネットで見れますいつでも。なんて言うんだったらありだけど、そうするとテレビのスポンサーつかなくなっちゃうもんね。NHK のせいって意見が結構ありました。NHK は調子こいて、ヘイトを貯めて、行くといいっすね。そのうち、ネットからも金取りますなんつって、爆発されて、一気、起こされるといいなって思ってますけど、スクランブルでも、大手メディアは、どっかも黙殺してますよ。産経新聞ですら、取材に来ない。テレビ局は一切報道に来ない。MX テレビだっけ？ちょっと小さめのテレビ局ですら来ない。タイで韓国製の辛ラーメンブラックが販売中止で商品回収されたそうであります。発がん性物質のエチレンオキサイドが検出されたため、エチレンオキサイドって私動物病院、犬猫病院やった頃にだいぶお世話になりました。タンクにガス詰まっててですね、ビニール、袋に手術の道具詰めて、そのエチレンオキサイドガス、詰め込んでですね、滅菌するんですけど、菌が死ぬ、全部死ぬ。で、皮膚からも吸収するから気をつけろって大学で習いましたね。韓国に非常に関心が高いテレビ局なのに、バラエティのたんびにどっかこっかにぶっ込んでくるテレビ局なのに、こういうのは一切報道しないでしょ。確認してないからわかんないですけども、テレビないから。自身の商品の質を意図的に低める、唯一の業界がメディア業界、テレビ業界。報道すべきものを報道しない。報道せんでいいものを報道する。で、自分勝手な嘘をつくと。まあ見捨てられても自業自得としか思わないっすよね。というわけで、2月12日、いらしてくださいね、デモに。あとメール党員さんも大募集中であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。